2枚重ねで作るお花紙ユニットを使って超簡単にできるふわふわのひまわりです。ユニットは2枚重ねのお花紙を広げるだけなので、小さなお子さんでもお年寄りでもとても簡単にできます。今回は16折りの一発折り型紙を使います。花は黄色のお花紙を2枚重ねて屏風折りにします。それを半分に折り、真ん中の印にするため少し切り取ります。花びらは深く斜めに切り取りましょう。真ん中をホッチキスで留めてから花びらを開きます。全部開いたら表と裏から花びらをきれいに整えます。この時花びらを潰してしまわないよう真ん中だけ押さえてください。花の中心は茶色のお花紙を使います。半分に折ってお花紙を型紙の手前に置いて8等分の屏風折りにします。真ん中で2つに切ってからそれぞれ2つ折りにします。それぞれの真ん中を少し切り落としたら、端は細かくまっすぐに切ります。シュレッダーバサミがあるととても早くできます。真ん中をホッチキスで留めて広げます。2つ折りにしているので、つながっている方の端のところは破ってください。葉っぱは緑色のお花紙で作ります。お花紙を半分に折り、さらに半分のところに折り目を入れたら、そこを目安に少し重なるように三角に折ります。糊を少しつけて留めたら、3センチくらい型紙に挟んで屏風折りにします。そこに液体のりを少しつけてねじるようにしてくっつけます。これをそっと開くと葉っぱができます。花の真ん中にのりをつけ、茶色のユニットを2つ重なるように貼り、葉っぱを添えればひまわりの出来上がりです。とても簡単なので、みんなでたくさん作って飾りましょう。